どうも鉄ですああ今からもう25年ほど前の話なんですけども私その頃木材作業っていうか木材工場で勤めてたんですねでその時 N 君という同僚がいたんですよ、まあ、同僚って言っても私よりももう年10個以上下の人なんですけどもねでちょっと天然ボケな方だったんですよでその N 君がどんな仕事をしてたかというと 一日中板に向かってビスをビュン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 打ちつけるって仕事やったんですよね。で、あ、それ楽そうな仕事だななんて思う方もいらっしゃるかもしれませんけども、実はすごいきついんですよ。それなぜかというと、精神やられるんですよ。で、私も一回その仕事やったことあるんですけども、ビス打ってるうちに、なんかいろんな人生を振り返ってしまうんですね。でいやああん時俺なんであんなことをしてしまったんだ、あん時なんでこんなことを言っちゃったんだ、と思って、もうやたら人生後悔し、 すするんですよビス打ってるともやも。もやもやした気持ちになる。いやー、もうやだ。いやー、なんだ、あの時俺、もっと真面目に公務員試験の勉強しなかったんだろうとかね、本当、そんなことばっかり、う浮かぼやくすよところが、その N 君は、一日中ニコニコしながらビス、ビュンビュン、ビュンビュン,ン打ってるんですね。うすごいな、こいつは、どういう精神行動してんだろうと思ってた。で、そんなある日の休憩時間、あ僕、その N 君にクイ,ズクイズを出したんですよ。よ N 君 クイズを出します俺,俺の親父とおふくろから生まれて、兄ちゃんでもなければ弟でもない、姉さんでなければ妹でもない、それ誰だそれだじゃしたらくん、え答えはね、俺だよってったのん。兄ちゃんでもないし、弟でもない。で、姉さんでもないし、妹でもないって言ったら、もう俺しかいないでしょって。そしたら N くんが、あーって 分かっ,たって。ええ本当に分かったって。ええって。で、その次の日から N くん、工場来なくなっちゃったんですよ。実は彼、なんか脳に腫瘍ができたとかで,で入院することになった。で、結局そのまま亡くなっちゃったんですよ。で、それから49日が過ぎて、さらに一貫月ぐらい経ったとかな、牧野っていう。 まあこいつも工場の同僚なんですけど、でこの牧野はすごいその N 君を可愛がったんですね、で俺に声かけてきたんですよ、その牧野が、いや、鉄、お前よ、N 入院する前に何かあったかって,うの,ってうの、いや、別に何もねえよってって、いや、昨日なな、N が俺の夢に出てきたんで、クイズ出してきたんだ 親父とおふくろから生まれて兄貴でもなければ弟でもない姉でもなければ妹でもない誰だってだから俺夢の中で「いや分かんねえ」っつったそしたらその N が「似たー」ってしたんですってで答えはね「哲さん」っったやっぱり N くん理解してなかったんだね 最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。